憎しみ合う者たちがいた。ムクロは野に朽ち、御霊は血に染み、絆は刃に分かたれた。闇についえし真心が泣く。愛する者よ、死に候えと。おぼろ殿。源之助様。どうなされた、おぼろ殿。申し訳ございません。おばば様たちが寸と絶たれてからというもの、どうにも胸騒ぎがやまず、源之助様のお顔を見た途端、お許しくださいませ。安心なされよ、おぼろ殿。我ら一族が互いに憎み合うたのはもはや古のこと。天正の昔に取り交わされた甲賀伊賀不戦の約定がある限り、再び争いが起こることはあり申さぬ。大御所様への忍法五条欄、服部半蔵殿より参った書状にもそう記されてあったではござらぬか。はい、源之助様。こたびのこともおそらくは両家揃って世に出る良い機会として
半蔵殿がお取り計らい下されたのではないかと。おじじもそう頷かれて駿府へと旅立たれた。情けのうございます。ついうろたえてしまい、天津さえ、私は忍びの家に生まれながら忍法はおろか剣術体術何一つ身につけてはおらぬふつつか者にて。良いではござらぬか。わしは全く気にしてはおらぬ。なおさら心苦しゅうございます。苦難一つまともに放つことかなわぬ不甲斐なさ。お手ほどきいただいたおばば様にも申し訳のを思っております。気性が向かぬのであろう。それに皆がむつまじゅう暮らす日が参れば、それも無用となりましょう。源之助様。ん？なぜ伊賀と甲が長きにわたり互いを憎み合うてきたのでしょう。はて、わしにもわからぬ。はよ、おじじとおげん殿に祝言の日取りを決めてもらわねば。はい、待ち遠しゅうございます。何かと思うたら、あの高め巻物なんぞ運んでおってはい。どれどれ。誰じゃ。それをこちらへもらおうかい、宇殿丈助。おお、これはこれは小豆老妻老ではござらぬか。年がいもなく派手なベベじゃの。なんの、今宵は特に地味なのを選んでおるのだわ。あの鷹は我らが棟梁おげん様のお鷹、巻物とおぼしき、それもすなわちおげん様のものに相違ない。おお鷹も巻物もこんが物ごときが触れてよいものではないということじゃ。なるほどの。するとこりゃ駿府からの知らせか。そりゃちょいと気になるの。丈助。確かに我らは恩敵だし、しかしながら今では服部家との約定に縛られ、近くは源之助様とおぼろ様の縁組で一切合切水に流そうとしてある。わしらも仲良せんか、老妻ら。よかろう。では仲良を戯れようか。そうじゃ、これは遊びじゃ。甲賀と伊賀どちらが上かの忍法遊びじゃ。わしを太っちょと侮るなかれ。なんと、遊びで命を落とすこともあると知れい、丈助。伊賀と甲賀の和睦なんぞ虫ずが走るわい。キャスミ、空気袋か、骨なしの化け物が。くやくや実にめ、この骨なしの化け物が。
崖によらず目があるようじゃのご老体。なかなかどうして貴様こそ骨が折れるわい。参る。伊賀方の任別帳は壇上様の手にある。はや総人の勝敗決したり、伊賀つば隠れなど人世のうちに殲滅してくれる。壇上様の推しが京都出た。証言にも不吉の兆しがある。待て、わしが出向く。助様、私いつの間に。申し訳ございません。いや、穏やかな時でござった。眠れぬ日が続いていたと見える。はい、参るとしよう。つば隠れの者たちも案じておりましょう。でも今日はまだ日を改めればよい。稽古はいつでもでき申す。はい、玄之介様。どうなされた、おぼろ殿。その玄之介様の歩みが早うございますので。これはアイスマン。先だっても確かこのようなことが。お気になさらず、私が合わせますゆえ。手を結び合うておれば離れることもない。わしがついつい歩みを早めてしまうこともなくなろう。はい。玄之介様。おぼろ様。明け絹ではありませぬか。どうしたのです、このようなところまで。おぼろ様のお帰りがことのほか遅うございましたので。お迎えに上がりましてございます。年季蛍火まで。これは失礼いたした。つば隠れの衆、ご無事にて安堵いたしました。それにしても夜明けまで戻られぬとは。許しておくれ明け絹、
されど源之助様とご一緒なれば心配には。いや。甚五郎、そなたも来たのかい。おげん様が駿府より戻られるまではおぼろ様が我らの棟梁、今少し恩義を慎んでいただきとうございます。わしのせいじゃ、すまなかった、許されよ。そんな。時におぼろ様、老妻老と行き合いませなんだか。空に何やら見つけたと申し出て行ったきり戻らんのです。さあ、大手はいませんが。おお、長介。おぼろ。何をしておる、ジョウスケ。源之助様、おぼろ様にわしを見ぬよう目をそらすよう言うてくだされ。私は何も。分かっておる。おぼろ殿の目は生まれついての破幻の瞳。技でもなく術でもなく、魔物のごとき忍者の術を苦もなく破る不思議の眼じゃ。お前たち、老妻殿、丈助の懐にある巻物を取り返せ。おげん様の巻物じゃ。どういうことだ、丈助。いや、その老妻殿と巻物をかけて忍法勝負。いやいや、忍法遊びを。そのたわけ。申し訳ございませぬ。さあ、おぼろ殿、中を見られよ。またそれを源之助様の前で開いてはなりませぬ。何を言うのです、甚五郎。それなるはおげん様よりの巻物、甲賀衆の目にさらしたとあっては留守を預かる我らの立つ瀬があり申さぬ。甚五郎、源之助様はもう。祝言はまだ先でございましょう、おぼろ様。それはそうだけれど。主ら、いささか無礼であろう。源之助様は甲賀万事谷の。源之助様。道理じゃ、わしは外そう。丈助。源之助様。もう甚五郎のバカ。源之助様、鵜殿様、ご無礼をお許しください。何とぞ。無理からぬこと。両家のこれまでを思えば至極当然じゃ。今は我らの方が異端なのです。異端。そう、これを解くのは容易なことではありませぬ。いちいち腹を立てていては。私ったら巻物を放ったりしてお恥ずかしゅうございます。区内一つまともに放てぬと仰せの割に、狙いが確かでしたぞ。甚五郎、おばば様はなんと。甚五郎。ご安心くださいませ、おぼろ様。駿府にて甲賀と伊賀の和睦全く成就いたし、おばば様と甲賀男女様揃って春の江戸見物などされて帰られると。まあ、やっぱり良い知らせね。ほう、ご無礼お許しくだされ、源之助様。これも忍びの悲しき差がにて。気にしてはおらぬ。いかがでござろう。良い機会にござるが、このまま伊賀まで足を伸ばされませぬか。万年期、それは良い思いつき。ぜひおいでくださいませ、源之助様。わかった、伊賀へ参ろう。ちょっとお待ちを。
それはあまりに軽はずみと申すもの。さあ、ウドノ様もご一緒に。いや、そうだな。いや、つばがくれは良いところじゃ。わしらは山菜など積んでから参るで、くれぐれも客人にご無礼なきようにの。はい、万事心得ております。ホタルギ、天禅に知らせよ。心得ました。おげん様は死なれたな。そして甲賀団長も死んだ。おそらく相打ち。どちらも本望であったろう。天禅様、本望とは？うぶなお前にはちと早い。いよいよ解かれおった。天正より伊賀と甲賀を縛っておった不戦の約定がついに解かれおったわい。天の約定は解かれた。青い闇の底に魔人の群れが放たれる。土煙る獣道、蜘蛛の巣の罠、咲き誇る胡蝶の大輪化、モコとうごめく異形の者。次回、バジリスク甲賀忍法帳、胸中無惨。